ショートパンのお店に来ました。はい、どうも。これはライスですね。そしてこの辺がタレか。はい、ソルロンタン、ていうのは、まあ、なんか、何だろう、トムタンとかに近い、スープ料理だよね。はい、それとご飯と、あとは餃子、蒸し餃子を頼みました。結構これ、ツイッターでね、何が美味しいんですかって聞いたときにお勧めされたんで、まあ、ちょっと気になってたんで、来ました。すべての言葉を見て、そして、はい、ダンボさんで行きましょう。こんな感じで好きな感じですね。はい、ここがですね、キムチかな。わ、すげえ。はい、カリラを入れるお試しです。スープがね、めちゃめちゃあっさりしてるの。ほんと塩だけって感じで、あの味付けで結構胡椒とかそういうのを各々好きにやってくださいみたいな、そういうスタイルらしいんで、なんか多分調味料があるはず。唐辛子とかだ、これがね、はい、うん、いい感じになった。大根、大根めちゃめちゃ気持ちいい。うん。皆様、この文字見えますか？コエックス、はい、そうですね、今回のこの韓国でのイベントがですね、スターフィールド、コエックスモールと言われるところがイベントのですね、まあ、対象になっているんですね。まあ、ソウル市内も、色違いが出やすいんですが、この、コエックスはですね、さらにその中でも特別にですね、サニーゴおよびアンノン、はい、これが湧くようになっていますよと公式さんからアナウンスが、ございました。ですね、まあ、ソウル市内でも色違いだけで言えば狙えるんですが、それらはやっぱりアンノーンですよね。アンノーンが、僕はちょっと今回欲しい、正直欲しいので、あとまあもちろん色違いもね、持ってないやつ欲しいんですけども、というので今回スターフィールドの方に来ました。昨日まではですね、まあ、色違いですね、市内歩いてても出てきたんですが、まあ、ソースがですね多いところ、まあなんかどうやら今回増やされてるらしいんですけど、増やされているところだったらまあ、いいんだけど、そうじゃないところは結構ね際どいというか、うん、そこまで効率いいとは言えなく、おお、待って待って待って、サニーゴです、はい、まあ、ちょっとね確率結構ね、微妙だなと思ったんですよ。だからもう早くねコエックス来たいなと思っていたんですが、やっとここで撮影ができますね。ということでコエックスさんのさ、はずですね、コエックスさんのサニーゴじゃんじゃんやっていこう。はい、1回目、はい、2回目、はい、3位で OK です。はい、ということでコエックスさんザニーゴーゲット達成、ありがとうございます。よいしょー、よいしょっと、はい、はい、韓国ソウルですね、 OK。 でそれ以外だとオッチャマとか、あ、そう、聞いてください、皆さん、すごい悲しい事件がここ来る道中ありまして、はい、コダック、そうです、コダック、コダック色違いいますよね、青いやつで、僕あれ持ってないんですよ。で実はこの道中ですね、電車乗ってる中でタップ何回かしてたんですよ。でタップしてる中でですね、こいつが、いました。はい、ドン、写真、そう、青いコダック出たんですね。逃げられました。はい、手が違います。本当は逃げられましたっていうか、間違って逃げてしまいました。これ分かりにくいんですけど、ゲーム画面の僕が収録をね
していたんですよ。なんですけど、あ、これゲーム画面収録じゃなくて、普通に直撮りしようと思ってカメラを、じゃあこの収録画面遠目よって言って赤いところをポンと触ったらですね、その触った場所ちょっと端っこの方でして、逃げるボタンだったっていう、そっち間違えてくっておっしゃったって言って、初ゲットの最大のチャンスを逃しました。ということで、今から、中ちょっと歩きながら、結構ね綺麗なところなんですよ、コエクス自体がすごい栄えてる、はい、こんな感じこんな感じ、うわーとビルがすごいですね、はい、こんな感じのところなんで歩いてるだけでも多分楽しいと思うんですよね、そんなコエクスをちょっと満喫しながらポケ活やっていこうと思います。出てきたぞ、よいしょー、これはどの方だろう。今回さ、結局ソイルじゃないよね、スターフィールドかな、スターフィールド型の、これなんだろう、もうあんまり型覚えてないんだけど、お前 F ではないか、左上にちょんと出てるけど F ではないか、 F だとしたら俺、ま、あれなんだけど、初ゲットなんだけど、スターフィールド PA、 え、ちょっと待ってよ、あり得る、確認しよう、あのここも出てるな、左、右上 E 型か、スターフィールド、E 型じゃないんだよな、 F なんだよな、欲しいのな、まあいっか、よいしょっと捕まえていくぞ、これ、あ、手前だった、ほら OK 入った、一気にレアが出やすくなった印象があります。スターフィールド来て正解、めちゃめちゃ歌ってますね。すごいポケストップ見つけました、こちらです。はい、今回のイベントのポケストップですね、回していきましょう、ギフトが欲しいぞ、出ない、はい、歌バリバリ入ってるんでちょっと移動します。はい、すごくね、こっちに来てからなんかね、花粉症みたいな症状が僕ずっと出てて、で、なんだろうこれと思って、わかりました、あれですね、 PM2.5 ですね。そうだ、なんか来る前ね、ニュースとかで、こっち来る前にニュースとかで見たけど、そうだ、飛んでんだよね、そういえば。で、ちょっとこっち来て気づいたわ、今回ね、まあ、今ね、E 型がいて、さっき L 型取って、で、U 型もさっきね、出たんですよ。ということで、ソウルの文字かな、スターフィールドではなくてソウルですね。ということで、残念ながら僕全部持ってますね。イエーイ、やっと出たい、初ゲットじゃーい、あざーす、ゲッチュ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 、よいしょ、いやー、さすが、やったぜ、はい、お、あったい、よーし、さあ来たー、またロゼリア色違いです。今日、違う、昨日かロゼリアね、またね、たくさん撮ってたんで、よいしょと、色地ロゼリアはマジで何体いてもいい、連続の失敗、なんかタスクがあったのか俺。スターフィールド自体が確かですね、22時かなぐらいまではやってるって話なんですよ。まあなので、まあ、晩ご飯のために離脱途中でしちゃいますけど、まだまだあれができますね、しっかりとポケ活できそうです。あー、飛行猿か、じゃあいっか、じゃあ大丈夫です。はい、今回の第一目標、その6にヤバい発見、追いかけるぞ、よし、見つけた、じゃあど、おい、ちょ、待って、見つかん、え、待って待って待って、やめ、今同期したばっかり、今消えたとか、おかしい、今この辺にいたじゃん、お前、右側にいた、うわばー、色違いであってくれ、こんだけ煽っといて通常じゃん、さあれだけど、やば、うん、あいやー、マジでロゼリアに愛されし男ですわ、マジ色違いの中でもね、本当にトップクラスに好きなんですよ、色、もうロゼリアが、いいでしょう、通常からのロゼリアも可愛いけどね、このいいよね、青ブラック、中二心くすぐるよね、完全にね、よし、ゲットできました、多分4体目ぐらいかな、色違いロゼリアね、ゲットぜー、ロゼリアは出るんだけどね、ソルロックが出ないんだよね、そろそろ色違いだってくれ、うわー、はい、もう見て分かる通りだいぶ暗いですね、ちょっと足も疲れてきましたね、まあ、とりあえずこいつがダメだったら、まあ、ソルロック自体は別にここじゃなくてもね、手に入ります、アンノーンとサニーゴ以外は手に入りますので、一旦ちょっと食事のために少し移動しようかな、本日のスターフィールドのラスト
ソルロックにしようかな。さあ出てきてくれるのか否か。まあ日程としては明日もあるので最終日でございます。明日はねできれば今日出しておきたい。行くぞ、消えないでくれ。今だタップ、いや来ない、うん、帰ろうと思ったらまた出てきた。なんだよそこは、出る流れだろ。これがトンネルです。東大歴史的なやつです。はい、有名なやつです。はい、俺の顔でちょっと隠れちゃってるんで、ちょっとどけてアップしようか。はい、こんなのですね。はい、ででんと駅出たらいきなりございます。トンネムンがどういうところかというのはちょっとじゃあテロップ出します。はい、ドン。はい、テロップ出てるということは、山田がちょっと楽をして編集マンが頑張ってるということです。今日の編集担当はどっちでしょうか。ヤスでしょうか。団子でしょうか。ありがとうございます。テロップ出てくれてありがとうございます。はい。はい、ということで、ちょっとそう見たかったんですよ、普通にね。まあ、グルメもそうだけど、ポケモンもそうだけど、せっかく来てるならばこういうのをしたいです。明日もなんかどっか回れるかな、はい、と思っております。それじゃあ、この近くでちょっとご飯食べようと思いまーす。はい。東大門の近くにですね、タッカンマリ通りがありまして、ちょっとそちらの方に来てます。タッカンマリっていうのが、まあ、鶏煮込んでますみたいなやつで、まあ、そこのね、結構有名なお店、の方に、来ました。タッカンマリ来ました。こんな感じでございます。すげえ、今火入れてますね。はい、これが煮込まれ、一体どんな感じになるのか楽しみです。この店キムチがですね、セルフサービスしかそんなことない。すごい、初めて見る形でしたね、セルフサービスのキムチ。わら、じゃじゃじゃんと、はい、煮込んだ鶏&トッポギです。プルプル、そして鶏をプルプルです。ごめん、鶏の何なんだろう。ホロホロです、お肉ホロホロです。もう夜のね、タッカンマリ通り、まあ、閉まってるお店もね、こっち側ありますけど、まあ、賑わってるお店も他にもありますね。いやー、ちょっと、マジでうまかった。タッカンマリやべえ。そしてもう、腹いっぱいすぎてもダメだ。入らん。皆さんはタッカンマリはね、3名、4名ぐらいでね、うん、まあ、2人でもいいか、うん、来ることをお勧めします。はい、とりあえず、帰ります。はい、ということでホテル帰ってきました。ちょっと腹いっぱいすぎますね。ということで、明日もねまたねちょっと、スターフィールドの方行ったりとか、それ以外のところでもちょっと復活しようと思っております。でですね、すごくね幸運なことにね、ホテルのすぐ近くのタスクがですね、はい、まあ今ちょっともうこなせる状態になってるんですけど、リワード受け取ります。よいしょ、こちらが、はい、出てこい、出ない、まっしら、時間差だったんだ、おい。はい、バッチリタスクなんですね。よし。まだね、この前入れ替えが来てからまだ見つけられてなかったんですよ、僕が。ということで、ここでバッチリタスク、やっとクリアできたぜ。よいしょ。はい。あ、おう、バカバカバカ。よっしょ。まあ、ちょっとね、今日のね、コダックの悲劇があったらね、持っていないやつ1匹でも2匹でもノーミーね、取っときたいなと思っていたアタックしてございますので、パッチール4番が埋まってよかったです。はい、ということで、パッチール4番ゲットだぜ。ソルロック、コダック。うん。あと、ポチエナが出たらちょっと嬉しいかなって感じかな。うん。で、あいつが好きなんですよ。まあ、今日動画の中でも話したんですけど、僕、ロゼリアめっちゃ好きなんで、ロゼリアの色違いは何体出ても OK って感じですね。はい、ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。画面がブルブルってすると、ソルロックかなと思って見ちゃうね。はい。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。